パパニュース、1分間でお送りする世界一短い IT ニュース、IT パパニュースです。この番組はビジネスマンの悩みに書籍で答える YouTube チャンネル、気づき書店の提供でお送りします。お相手は私、英語が話せないのに外資系のセールスエンジニア、パパ丸山です。悲報、圧倒的悲報、悲しいニュースが飛び込んでまいりました。東海道新幹線の電光掲示板ニュースが終了です。これは残念すぎますよね。見てました。私も見てました。よくね、電車で酔ってしまうんですよね。その時にね、自分にじゃないですよ、自分にじゃなくて酔ってしまった時に、あの掲示板ニュースをね、眺めておりました。まあ、なぜなくなるのかと言いますと、新幹線に Wi-Fi が完備されたので、もうスマートフォンで自分で欲しいニュースは自分で見てねというスタイルなんですね。時代ですけれども寂しい。どうでしょう、寂しいというあなたね、ぜひ教えていただければと思います。さあ、ボイシーではそのような IT ニュースをお送りしているんですが、他にもゲストトークをお送りしております。今回スポンサーとなりました YouTube チャンネル気づき書店さんをゲストにお呼びしております。というのも音声プラットフォームボイシーに応募したいということで、ボイシーの先輩である私がね、上から目線からアドバイスを送るという内容と、なぜボイシー音声メディアに行く戦略というところも伺っております。そのあたりもぜひ本編のパパニュースでお聞きください。いやでも電光掲示板なくなったとしても、イリュージョンでボンって出てきたらね、また復活したら嬉しいですよね。引田電光ってね。